はい、どうもたけちゃんです。今回は大学生の放課後を紹介したいなと思います。先まで講義を受けてて、その後友達と少し立ち話をしていたんですけれども、その帰りということで、図書館に向かって歩いています。今日までに返さないといけない本があるので、その本を返しに行こうかなと思っています。僕の通う大学では本を期限までに返さないと、その日一日は本を借りれないっていうね、罰があるので、ちょっとそうならないように努めているわけなんですけれども、僕も過去にねちょっと2回ほどやらかしちゃってるのでね、ちょっと仏の顔も3度までということで、今日はねちゃんと返したいなと思います。そうは言ってもね、地元の図書館とかではねちょっとねたまに遅れて返すこともあって、昨日もちょっとねまた遅れてね本を図書館の、ポストの中に本を返しに行ったっていうのがあるので、ちょっと前科持ちなんですけれども、ちょっとねこれからはねそうならないようにちょっとね気をつけたいなと思います。で、本を返しに行った後ねどうしようかなと思ってるんですけれども、そのまま家に帰ってもいいわけなんですけれども、ちょっといかんせん今日は少しねすごい眠くて、ちょっとさっきの講義もねちょっとあまりろくに受けてなくて、ちょっとねコーヒーでも飲みたいかなと思ってカフェイン注入ってわけでね、ちょっとコーヒー飲みに寄り道しようかなと思っています。選択肢としてはね、いつもの、カフェでもいいかなとか思ったりしたんですけれども、最近リニューアルオープンしたねマクドがあるということで、ちょっと今日はねマクドの方に行こうかなと思っています。はい。で、マクドをねコーヒーだけ頼むのちょっとあれかなと思うのでね、合わせてねちょっと今入りのちょっと三角チョコ入りの食べようかなとかね、ちょっとそういろいろ思いながら今図書館に向かっています。図書館はね今ちょっとねコロナの影響もあって学生の姿はねちょっといつもよりね少なく感じるんですけれども、このコロナ禍でもねちょっと通常通り営業してくれててね、僕自身としてはすごい助かっているというかね、ありがたいと思いながら、はい、ってます。ということで、図書館侵入ということで今から本を返しに行きたいなと思います。はい、ということで本を返し終わってマクドに今到着しました。リニューアルオープンしてね、初めて行くということで少し楽しみにしています。はい、ここでね今からコーヒーと三角チョコパイ注文したいなと思います。はい、というわけで三角チョコパイとコーヒーを注文したわけなんですけども、一回ね店員さんに声をかけたんですけども、無視されたのか気づかれなかったのかね、ちょっと声をかけてもらえなかったのでね、ちょっと悲しかったです。で、あとね楽天ポイントの話なんですけども、楽天ポイントを僕スマホの中にアプリが入ってるんですけども、ちょっとこれ今スマホで撮影してるってことでちょっと提示ができませんでした。はい、持ち時間ねそんななく待ってるのもね僕だけということで、あっという間に三角チョコパイとコーヒーが、もらえるわけなんですけれども、はい、あっという間に、今ちょっとねコーヒーとスマホが衝突しました。この時間にしてはねすごい空いててね、座り放題選び放題ということでね、僕は遠慮なく4人掛けのテーブル席を目指してね、はい、今着席ということで、はい、お目当てのホットコーヒーと三角チョコパイをゲットしました。で、三角チョコパイを食べるのはね今年2回目なんですけどもね、1回目食べた時はね手はね油でベトベトチョコレートまみれということで大惨事になったわけなんですけども、ちょっと今日は綺麗に食べたいんですけども、ちょっと早速開け方がちょっとねあんまよく分かってないんでね、ちょっと開け方知ってる人はねぜひね教えていただきたいなとか思ってるわけなんですけども、はい、相変わらず開け方が雑です。はい、こんな感じでねホットコーヒーと三角チョコパイをいただいてね、ちょっとゆっくりしてから帰ろうかなと思っています。はい、それでは今回も最後にご視聴いただきありがとうございました。さよなら。